黒猫の足跡。いらっしゃいませ。こちらのお店ではリスナーの皆さんからいただいた日頃のストレス、愚痴、お悩み、喜怒哀楽ネタをつまみにいつもの3人がおしゃべりしていきます。さあ今夜も始まったようですよ。ありえないまたみたいなね。ありえない、まただよ。首だ、首首ね、首でしょ。首をセクシーに言ってもダメでしょ。ダメ。お待たせ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 。何そのもっと謝りなさい。あ、すいません、なんか軽いね、なんか軽いね、軽いね。まあまあでも理由は聞いてあげよう。理由ね、ちゃんと用意してきました今週。用意し用意じゃねえ遅れないようにするのに。いやいや、あのロケットですよ、ロケット。ロケット、宇宙の旅のロケットですよ。行ったのから帰ってきたばっかりなんですよ。そういう、そういう系なんですよ。ということで、あ、そうまあロケ宇宙に行ったっていうことはもっと美味しいものを持って帰ってきたと。持って帰ってきたもありつつ、みたいな。じゃあつまみを、ね、つまみながら、つまみ、宇宙食をつまみを面白いね宇宙バージョンおつまみなので今日はじゃあ一つ目のおつまみ出して、はい、じゃあ早速行ってみたいと思います。ペンネーム便所の神様さん、23歳 OL 女性の方からいただきました。はい。私の友人にパソコンやスマホを使い何でも検索する人がいます。調べてくれてとても助かっていますが、時々空気の読めない検索をすることがあります。なんだろうそれそれなんだろう先日中華料理店に行った時にピータンが出てきて、これってどういう料理なんだろうとつぶやくと、瞬く間に検索し調理法を読み上げてきました。アヒルの卵を強いアルカリ性の条件で熟成させて製造する中国の食品と、アルカリ性の条件って何、どういう条件、製造ってどういうこと、とても疑問に思い食欲が一気になくなってしまいました。何でも便利だからといって検索してしまう人をどう思いますか、ということなんですけども、すごい問いかけが来たね。来たね、確かに何でもね、今何でも調べることって できるじゃないですか、簡単に。どうなんだろうね、なんかその人は別にその情報はいらなかった風味な言い方だったよね、でも気になることをすっきりしたいって気持ちはあるじゃない。私はね、あんまり人前では調べない。後でこそこそ。一人で後でこそこそ調べる。でもなんかだってほら、はい、その時にその調べられるのが嫌っていう人もいるかなと思うから、なんかその なんていうの、一人で。知らん顔して調べないの。知らん顔して。知らん顔して、無理だよ、バレちゃう。だから、そうだよ、何ごめん無理無理、そうなんだって言ってこう片手で携帯をポチポチするみたいな。あの集中型の人間なんでね、多分ね、あのエロ本とか隠してたらバレるタイプエロ本出てきたなんか中学生みたいな、中学生今持つかな。なんかお母さんに扉開けられた時にページ開いてるみたいな、多分そういうバレバレなことになってしまう。あ、だからやらない、だから人前ではあのなんか知ってる風味なふーんみたいに言っといて、それもダメじゃないふーんみたいに、あた知ってるけどみたいな、多分バレてると思うんですけど、それをやって、家で、ね、これって何やろみたいな真剣に調べるみたいな調べるあのちなみになんですけど、この記録によると、はい、アヒルの卵を肺の中に埋め忘れてしまい、2ヶ月後に発見された卵が熟成していたことから偶然に製法が発見されたってことなんですよ、この ピータンなんですけど。ピータンはどうでもよかった。ピータンどうでもいいですか、はい、ピータン食べたことないかも。ピータンない、私も。どんな味？いや、あのなんか黒い卵じゃないですか、緑っぽい。なんか温泉卵？あれ黒くない？温泉黒黒温泉卵もあるよね。あれあるかな。無知がバレた？あれごま卵。ごま卵ね。あれお菓子じゃない？え、何？何それ？ピータン。おいし、ピータン辛いとかしょっぱいとか。え、みんなピーマン？しょっぱい系じゃない？しょっぱい系なんだ。食べに行こうじゃん。あ、食べに行く手で。食べに行く手で。いや、この後食べに行こう。この店で。この後二次会で食べに行こう。なるほど、そう。二次会で。ピータン。ピータン。ピータン出してください、ピータン。ピータン。
で、いやだから結局そのほら検索すぐする人をどうかってことです。あ、ごめんごめん、そうだね、うん、忘れてた忘れてた。え、人を見るじゃん、人を見ればいいんじゃない。なんか腹黒トークだな。何今の。人を見る。だから、あ、この人多分嫌いだなと思ったらやらないと。あ、分かんないだったら今調べられるけどみたいな。え、調べなくていいよって言って、なんか悶々としちゃってる。もうピータン食べられないよその人。やっぱり、あ、分かった分かった、はい、解決策、トイレに行って調べる。あー、いいかも。ちょっとね、その場を離れてね、ちょっとごめんみたいな。今ね、これね、ペンネームが便所の神様だから。ほらほらほら、よかった。ちょうどなんか、ね、いいじゃん、つながりましたね。つながった。トイレ行って、そう、トイレに行って、そうだそうだ、行って調べて、あたかも知ってたかのように、いや、ピータンってさ、言う。それだ、決定、決まりだね、決定で、うんうん、はい、あ、そうすると、でも調べる人が嫌だっていう話だから。人ね、うん、人を見るって言ってたよね。その人に言わないとダメなのか。じゃあ、このお友達、トイレに行って調べてください。そうですね。はい、ということで。解決した？解決しましたか、ね。何か解決するとかじゃないね。美味しくお酒が飲めた？美味しくお酒が飲めました。うん、飲めた。ならよかったよ。グビグビみたいな。グビグビ。じゃあ2軒目行こっか、そろそろ。行きましょうか。ピータン食べたいし。うん、ピータンね。ピータン食べてみたいし。じゃあ、行きましょう。はい。じゃあ、行こう。行こう。よし、行こう。こちらのお店では、皆さんからの日頃のストレス、愚痴、お悩みなどを募集しております。ご来店ありがとうございました。男の子の強さも、女の子の可愛さも表現したい。洋服を着る楽しさ、選ぶ楽しさを伝えたい。まるで隠された宝物を見つけるように、お好みのアイテムを見つけよう。グリマーは、あなたにぴったりの洋服を探すお手伝いをします。グリマー。東京リズミカルショーは、本日のパーソナリティはシュリと音羽美月と天方時です。イエイイエイ。そしてですね、なんと、はいはい、2人はドキドキしているけれど、はい、ゲストが来ています。イエイイエイイエイ。初の、行きましょう。ロケットバンビのお二人です。イエイイエイ。ちょっと古いな。ちょっと古いな。ちょっと感じる。やばいやばい。はい、では水木さん、紹介お願いします。はい、進めていた。ロケットのように弾けてて、バンビのようにおてんばな、ロケットバンビのお二人です。イエーイ。ボーカルのリクさんと、はい、ギターの友田真嗣さんです。よろしくお願いします。します、二人は何てお呼びすればいいですか。リクです。リクです。リクさん、リクちゃん。僕はタムタム。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 リクちゃん。リクリクちゃん。あ、リクリクで。リクリクで。リクリクタムタムで。リクリクタムタム。オッケーです。じゃあ、はい、リクリクタムタム。はい、ね、今日は東京リズミカルシャワーにようこそ。ありがとうございます。おいでくださいました。本当にありがとうございます。リミカルで。大人な番組なんだね、これ結構、うん、大人な番組を目指してますので、グミ、ね、の番組。そうなんです。グミの説明じゃない。そうです。ザクロの色の。そうです。なんかもうしっかりね、放送聞いていただいてるみたいで、ありがとうございます。いや、でもこっちの回はね、グミグミグミ言ってない。グミグミ言ってない。言ってない、はい、おちゃらけてなく、大人っぽいかもしれなく、色っぽくもあり、かもしれない、かもしれない、かもしれない。なので、もしかしたらちょっと痛いかもしれない。リクリクに色っぽさを出していただいて。あ、そうそうそう、それそれ、行かせていただきます。ノリがいいな。いいですね。そんなキャラクターなんですか。違いますね。あ、そうですね。元気、そう、一応ポップな、ポップな、ポップな、ポップって何、ポップって言ったら間違いない。でもステージの方がなんか衣装とかもポップですよね。あ、そうですね。衣装ははじけポップな感じですね。そうですね。あ、はじけポップ。なるほどなるほど。普段がポップ。ポップ。普段ポップね。ポップいいね。最上級がはじけポップ。はじけポップ。普段はちょっとはじけポップだと、ちょっと歩くと目立っちゃうんで。ちょっとバカっぽくなっちゃう。え、そんなことないです。そんなことない。そんなことない。ババっぽくじゃん。聞こえた人いるかもしれないですね。ババっぽくって。そこ P 入りますんで、大丈夫です。入れません。入れません。多分、みんながツイッターでババっぽくババっぽくで今、はい、今ロケットバンビさんのツイッターはもうババっぽくでいっぱいになってる。ババ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 リクリクババ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 話進まない。いやいやいや、こんな感じの、こんな感じ。